はい、じゃあ早速始めていきたいと思います。とまずダイソーの CC クリーム塗っていきます。指である程度伸ばし終わったら、ダイソーのスポンジで余分なクリームを落としつつ伸ばしていきます。CC クリームが伸ばし終わったら、ダイソーのコントロールパウダー塗っていきます。スポンジで少しだけまぶたの部分や鼻の際だったり口の脇だったりを押さえていきます。はい、次にセザンヌのハイライトを入れていきます。と01番のシャンパンベージュを入れていきます。ハイライトはいつもおでこと鼻筋と鼻先と顎と C ゾーンに入れています。次にセザンヌの20番のシェーディングカラーでシェーディング入れていきます。次に同じシェーディングの粉でノーズシャドウも入れていきます。はい、次にチーク入れていきます。チークは2種類使うんですけど、どちらもダイソーのものです。とリゾート地っていうことで、やや日焼け肌っぽい感じを演出したいので、オレンジチークを入れていきます。と2種類あるうちの濃い方のオレンジで、ここにチークを入れていきます。鼻にかかるぐらいに一はけ塗ります。次にもう一種類のオレンジ、こっちは見る感じ結構オレンジなんですけど、オレンジというより光沢、ツヤ感が出る感じなので、今塗った上にツヤ感を足す感じで塗っていきます。はい、次に眉毛描いていきます。まずはダイソーのアイブローペンシル、ダークブラウンで眉毛の外側を形取っていきます。次にダイソーの3色のアイブロウパウダーで内側を塗っていきます。内側を塗り終わったら、アイブロウペンシルの反対側がブラシになっているので、これで軽くぼかしていきます。
最後にアイブロウマスカラを塗っていきます。はい、次にアイシャドウいきます。アイシャドウはとダイソーのパール感が強いやや薄めのピンク色を塗っていきます。これは 上のアイホール全体と下まぶた全体塗っていきます。はい、次にエアリーアイカラーのと、これもダイソーのものですね。これのカーキブラウン塗っていきます。クリームアイシャドウって書いてあったんですけど、結構サラサラしていて塗りやすい感じです。塗った感じもサラサラしています。これを二重幅部分に塗っていきます。はい、次にアイライン入れていきます。アイラインはダイソーのダークブラウンの色を入れていきます。目尻は華やけラインを描いていきます。下まぶたは粘膜の部分に全体的に入れていきます。マスカラ塗っていきます。マスカラはダイソーのボリュームタイプを塗っていきます。下まつげを塗ることで結構目が大きくバーンって見えるので、結構下まつげは大事に塗っています。最後にリップを塗っていきます。リップもダイソーのものです。これオレンジ色買いました。と、唇が結構乾燥して荒れているので、まずダイソーの透明タイプのものを唇を整えるために塗っていきます。はい、じゃあオレンジ色塗っていきます。次に上からオレンジ色のリップオイル塗っていきます。はい、これで一通りメイク完成しました。はい、リゾート仕様に着替えてきました。なんか沖縄とかリゾート地に行くといつも以上に明るい色着たくなりません？なんか普段から黄色とかオレンジとか大好きなんですけど、リゾート地に行くと特に黄色着たくなります。リゾート地に行くと特に沖縄好きなんですけど、なんか日焼けは絶対にしたくないんですよ。なので結構海には行くんですけど、ラッシュガードをずっと着て、で日中だったりとか夜とか、お食事行く時には今日みたいにオレンジチークを日焼け風にしてお食事に行きます。今日のメイクが少しでも参考になったなっていう方はグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。今日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。